ジェイソン・ビクター・スミスは、アメリカ合衆国コロラド州、グリーリー出身のプロバスケットボール選手、NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。コロラド州立大学から2007年の NBA ドラフトで、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズから20位で指名され、NBA 入り。ルーキーシーズンは76試合に出場するも平均4.3得点と、NBA での適応に苦しみ、 サミュエル・ダ・レンベアの後陣を廃した。2008年の夏の自主練習中に、左膝の全十字靱帯を断裂。2008から09シーズンは全球となり、2009から10シーズンも振るわず、2010から11シーズン開幕前の大型トレードで、ニューオーリンズ・ホーネッツに放出された。2011年をオフに2年760万ドルで再契約。しかし、 膝の怪我に苦しみ、欠場が多くなっていった。2014年8月、ニューヨーク・ニックスと1年330万ドルで契約。苦しいチーム状況の中、自身初の全82試合フル出場を果たした。2015年7月7日、オーランド・マジックに移籍した。2016年7月7日、ワシントン・ウィザーズと3年1600万ドルで契約した。 2019年2月8日、ニューオーリンズペリカンズ、デトロイトピストンズとの3チームカントレードにより、ペリカンズに移籍した。ディフェンスやリバウンドなど、裏方的なプレーをしっかりとこなすビッグマンである。ブロックショットはそれほど多くはない。オフェンスでの貢献度は限定的。全般的にキャリアを通じて怪我が多いのが難点となっている。ありがとうございます。